グローヴス。あ、皆さんこんばんは。あの忙しい中ですね、あのご来場いただきまして本当に嬉しく思っております。あの名古屋ホームでして、あのグロービスで学んだのが2011年から2013年なんですけど、まあいつもあのどちらかというとこう座る、座って話を聞く側で立ってあの参加してたわけですが、今日はこういう場でこんなに大勢の人の前で話す。 いうことでですね、ガラにもなんか緊張しております。はい、あのお前のこと応援するよっていう方の応援のこオーラを送っていただけると嬉しいです。はい。まああの本出しまして5月17日に発売しました。あのありがたいことにあの Amazon のあの人工知能カテゴリーってところで1位が取れて、でそれは別に。 取りたくて取ったとかそういうことではなくてそのの1位がどどうううっっていいいははきりですでもす今私が結構社会的になってですねこのテーマでいろいろ発信してるのはなぜかということをあの、まあ、今日グロービスという場なのでその自分の志と合わせてですね初めにお話をするところからあのしたいななんていうふうに思ってるんですけど。 まあ私はの人工知能時代が進むと働き方はどう変わるのかということを研究して自分でそれを実践してあの人にそれをお伝えするっていうまあ仕事をしているわけなんですが僕がグロービスでこう学んだのはまあ皆さん大体クリシンとかマーケとかから入られると思うんですけど僕もそうだったわけですがグロービスで学んだのは何だったのかというとですね一言で言うとあのリーダーシップです。リーダーダシップ。 あの2年間自分がどうあるか何を成し遂げるのかということをこう考え続けるところだったんですけどその志を醸成するというのがマグロービスの,あの、まあ、教育理念の中の一つにあるわけですが自分がじゃあその2年間の間に志が見つかったのかというとですね多分見つかったとは言えないあの自分だったと思うんです。何を言いたいかというと志って、まあ、そんな簡単に見つかるものでもないし。えー と悩みなななながら見つけてていくものなのかななんん思うんです最近私それがちょっとこう見つかったというか自分の中の腹落ちした感覚があってですねそれはこう何かっていうとそれが今日のアジェンダとも関連してくるんですが今日はテクノロジーと近づきテクノロジーと離れるとはっていうコンセプトでお話ししたいなと思ってます。大きくアジェンダを分けると まあ5つなんですが「ゼロに送ったのはなぜ私がこのテーマに取り組んでいるのかの志っていうのをですね、まあ、あの最近こう思ったことをですね初めてこうやってって人前で喋るのでうまくしゃべるか分かりませんがあの話したいなと思いますで一回その志聞いてもらったらですね皆さんのなんかフィードバック欲しくってそこでちょっとディスカッションしてもらえたら嬉しいなと何人かの方にそれどう思ったってことをフィードバックもらえたらすごい嬉しいなって思ってます。 であの2つ目、まあ、1ということで世の中の変化テクノロジーの最前線を知るということであの、まあ、本の中にもだいぶその最前線のことは書いているんですけれども、えーまあ、映像をご覧になった人もいるかもしれませんがいくつかの事例をご紹介したいなという,ふうに思っています。 2つ目は AI が進化し続ける時代人間が生み出すべき価値とは何かと僕はテクノロジーの専門家ではなく人間の働き方の専門家ですので人間がどうあるかということを考えるために AI のことを研究しているんですですからそのことを今回の軸としてお話ししたいと3つ目はリーダーということを育成するのがこのグロビスであるし僕もそれを支援している1人の人間なので人工知能時代におけるリーダーって何なのかっていう話を皆さんとディスカッションしたいと。 最後は人間の強みを突き詰めるためにということでキーワードは身体性とか感性とか直感ってここに論理が入ってないというのがポイントなんですがこれ論理はもうあることが前提で実はそこの人間の強みというのは身体性直感感性というところにあるんじゃないかというのが最近の気づきなのでそのことを最後にまとめて話したいなというふうに思っています志ということなんですがこれあのさっき講演5分前に こここに書いたことなので文章的にもまだこなれていませんし開業の位置もなんか微妙になってますね、えー、テクノロジーリテラシーを底上げし人工知能時代のビジネスリーダーを育てるそのことで日本の産業競争力向上に貢献するということが今僕があの一生懸命やりたいことって何だろうというのがこれです。でリーダー人工知能時代のビジネスリーダーって何かって言ったらテクノロジーに強くそして自然体のリーダーっていうことなのかなっていうふうに思ってるんです。 リーダーシップっていうことですけどあの何て言うのかなその一言で言うと、えー、論理だけが強くてもリーダーではないし、えー、感情だけが強くてもリーンタではなくて理と上のバランスっていうのは大事だっていうのはなんとなくここにいらっしゃる皆さんは感じられるかもしれませんが。 やはりこの21世紀前半はあのテクノロジーがビジネスをこうドライブかけていくと。なのでグロービスもテクノベートっていうコンセプトで去年からですかあの講座を開催してるわけですがあのじゃあそのテクノロジーリテラシーっていうことが今僕たちはどれぐらい知ってるだろうかと。テテテククノノロロジジーーラシというのはテクノロジーのはことを 知っててるだけじゃなくて自分の言葉で自分のビジネスや仕事に置き換えてしゃべれるっていうことですねインプットしてスループットしてアウトプットするっていうことができるかどうかってことなんですがそれがまだまだ足らないなっていうことをあの感じているんですでそれを今自分が支援できることはないかっていうことを考えているんですが、えー、私はあの研修講師の仕事をしているんですけれども、まあ、大企業の中で、えー、去年この 人工知能が進化していて人々の働き方は変わっていてビジネスも変わっていくから僕たち進化しなきゃいけないんだって話をしていて、えー、気づいたことがあるんですそれはテクノロジーのリテラシーが役職別にギャップがあるということですどういうことかというと、まあ、ト,ップトップが結構ドーンとあってトップがです、ね、急降下してるっていうところがポイントですねでミドル ミドルってまあ年次どれくらいあるかって皆さんの感覚でいいんですけど結構ミドルが割と今低いと感じてますジュニアっていうのはまあ若手なんですけど若手結構知ってる人は知っててばらつきありますけどトップオブトップほどではないというふうに感じてますまあこれじゃあ IT 企業になるとまた話別だよねっていうふうにあると思うんですが私があのテクノロジーリテラシーを高めなきゃいけないと思っているのは非エンジニアです特に特にです エンジニアで毎日別にあの俺ディープラーニング実装してるんだという人はどんどん,どんどん高みに上がっていけばいいし IT ベンチャーで日々 IT と接してる人はもう詳しいっていうのが当たり前だと思うんですけどもうこれからあのテクノロジーはすべてのビジネスそして僕たちすべての仕事に関係してくるっていう中で全員がテクノロジーリテラシーが上がるってことが今日本の産業を強くするために必要なんだとじゃなぜトップが高いのかっていうことだと言うとですね、えー、まあこんな絵をちょっと思ったんですけどピラミッド構造ということで これれちょっと見づらいいかもしれないですね経済産業省というのが上にあって次経団連とあって各産業部会でトップアッパーミドルミドルジュニアって僕はあんまりあのピラミッド組織好きじゃないのでこういう A するのちょっと抵抗感あるんですけど、まあ、日本の産業って結構こういうふうに構造になってるところあるかなと思っていて。 でトップはじゃあどういう情報経路で今回の,そのテクノロジーリテラシーが高まったかというと後に詳しく話しますが去年の4月にです、ね、新産業構造ビジョンということで第4次産業革命で日本の国、それからビジネスそれから私たちの仕事、個人の働き方はどう変わるのかということを経済産業省が120ページというこれ、多いと思うかもしれませんが非常に体系化されたものをです、ね、コンパクトにまとめたレポートが出されたんです。 でこれがあの今年のまた5月です、ね、にあの最近リニューアルされたので新産業構造ビジョンでググっていただければ最新のレポートが出てくるのでそれを見ましょうということなんですがその内容を見てですね理解できるかできないか言葉を知っているか知っているだけじゃなくてその言葉を自分で置き換えてしゃべれるかというのがこれはリトマス試験士の役割を果たしていて、えー、テクノロジーテ,テラシー,のおーがあるかないかの、まあ、境目になるかなという感じがしています。 いやその経産省がです、ね、去年それを出してです、ね、どうなったかというとそれをまあ経団連とかで共有していくというプロセスがあるわけですよ。そうするとあの各、まあ、あの業界のトップの企業のトップの人たちがそれを共有してじゃあ今度、自分の,その産業でそれを共有しようとなって、まあ、場合によっては東大の先生とか人工知能のエンジニアとかを呼んで,です、ね、最新のことを学ぶと事例も学ぶということで結構トップの人はです、ね、去年だいぶそういうことに接する機会が多かったんです。 そうするとどうなるかっていうと自分の会社に戻っておいとうちの会社も AI、IoT 必要だから今すぐやるんだみたいなことを言うわけですね。でそうなるとですねこうアッパーミドルの人こう来るわけですが自分はそのことについてリテラシーがないので何かをしたいと思っていても何をしていいのか分からないということで下に下ろせないっていうことが一つボトルネック状態になっているとで。今度ですね下からどうなるかっていうと例えば現場はですね あの部長今の300万円でクラウドで AI が使えるっていうものがあるんでちょっとさすがに2000万3000万だと考えなきゃいけないですけど300万ぐらいでトライアルしてみませんかみたいなことを話するとですねそれで一体何ができるんだみたいな話になりましてですね意思決定ができないという問題が結構起きていて上からも下からもボトルネックがそこにあるなっていうのも感じていますこれ結構どうですか皆さんの会社の中でも同じようなことって思い当たること あったりしませんかとでこんな話を昨日です、ね、ある IT の,あの、まあ、企業でした時に、まあ、あるエンジニアの方がですね「藤野さんこれは一体どれくらいのデータ数から <laughs> ああの導き出したんですか?」っていう質問が来ましていい質問だなと思うんですけど、えー、統計的に優位であるっていうことが言える話では ありませんこれはあの私が自分が研修講師とか組織コンサルタントとして日々企業と接する中で感じている直感から訪れるものです。しかしですねおそらくこの半年間の間にじゃあ日本のビジネスパーソンはどれぐらいテクノロジーリテラシーがあるだろうかっていうことの調査がされると思うんですよ。必ずそうなると思いますで半年後に日経新聞とかでそういうのが出る感じがします。 その時に果たして統計調査的にどうなのかっていうことがまた明らかになればいいと思っていてエビデンスの前にやっぱ直感が先に来るし現場の声が先に来るっていうことを僕は言いたい今その半年前にじゃあ自分がもし半年後に出るとしたならば半年前に出てるその直感をですね皆さんと共有することでもし今日この話を聞いてですね自分の会社の中で何が課題になっていてどこから始めればいいのかっていうことのヒントになってくれれば嬉しいなというふうに思います。 えっとまあ、今生産性を上げるっていうことがとても必要になっていてテクノロジーを活用することは働き方改革につながりますヤマト運輸に代表されるように何かあのサービスの付加価値を上げようとするときにそれをすべて人が受けようということの限界がもう来てるんだと思うんです生産性を上げるってことはそれぞれ人間は努力していると思うんですまだまだ足らないってところもあるかもしれないでもそこにはもうテクノロジーの活用が切って離せない の AI の活用というのはです、ね、実際は社内の中の仕事の中身、えー、もう黒子のところでどんどん,どんどん進んでいかなきゃいけないとでそれが生産性を向上すすることになりますしかしです、ね、我々はあの生産性と創造性がです、ね、あの相反すると思っているんですよ生産性を上げようとすると標準化しなきゃいけないから標準化するということはみんなが同じことができるようにするということですと。 そうすると一人一人が自由な発想で考えるとか一人一人が自分の頭で発想するっていうことを阻害するんじゃないかってまあ思いませんかとよくそういういこと言われるんです逆に働き方改革の文脈でそれぞれがみんな自由な働き方をしてそれぞれのワークスタイルでやったりすると今度組織として成り立たないんじゃないかっていうことの問いが出てくるんです。このの問いいいはそれぞれれぞ、ね、創造性性ととと生産性が反対にあるるう規制概念の中でらわれている あの考え方だと僕は思っていてい実は創造性と生産性という軸をこういうふうに二軸に置いてみるとですねこれ両方とも目指すっていうのがやっぱり21世紀僕たちがあのか作っていいいかななきゃいけない社会だと思うんです人間にしかできないことを突き詰める一方でテクノロジーを活用して生産性を高めていくていこの両方とも大事だって考えるっていうのがこれは人間にしかできないことだと思います。 一見矛盾するから論理的にはできないんじゃないのっていうことをいや両方ともできる感じがするっていうふうに捉えるのが人間ができる統合理解と呼ばれるものでそれをおそらく私たちはやっていくんじゃないかななんていうふうに思っています。てなわけで私が今、まあ、やりたいことはですねこのテクノロジーのこのギャップというのを 狭くしどんどん広がってるんですね。テクノロジー競争格差が企業の競争格差になっていくとです。なわち、それは個人の収入格差になっていくっていうことが21世紀前半起こるとしたならば。2020年までに私たちはこのテクノロジーリテラシーっていうのは底上げしていかないぐらいです。底上げです。で底上げって。今日僕皆さん150人に喋ってるんですけど、足らないんですよ。 どうやったら点ではなくて面でテクノロジーリテラシーを2年間で急速に上げれるかっていうことが私が今向き合っている課題でもあるしテーマです。なので今日皆さんこの話を聞いていただけたら何かじゃあその藤野が守っている志というかそのテクノロジーリテラシーを底上げしてビジネスの中で 創造性や生産性ができてですね人日本の産業競争力を向上するっていうことになんかお力貸そうじゃないかと思ってくださったら何でもいいですなんかなんか,なんかやるよって言ってくれたらすごい嬉しいなって思いますこれがまあ今僕が思ってる志ですでこの後何者かって自己紹介するんですけど一旦だいたい僕7分10分ぐらいですか喋りました15分ですね喋りました あのちょうどテッドの時間が15分ですから <laughs> 15分喋ったんですけど皆さん、どんなふうに感じたかというのをです、ね、ちょっと隣同士で少し話していただけたら嬉しいなと思います何人かの方からフィードバックもらえたら嬉しいです、まあ、1 2分どうぞお願いします <laughs> はいありがとうございます。まあ とセルフイントロダクション、何者かというところをお話ししますと、まあ、僕はもともとアクセンチュアという会社に2002年に入ってで、その後人事コンサルティング会社の営業とか、ベンチャー企業で人事経営企画ということをまあやったんです。で実はあの僕、今、働き心地研究所なんて言ってますけど、働くことが苦しくてたまらないという20代前半を中盤ぐらいまでは過ごしました。まあ、IT ベンチャーですので、結構仕事を頑張って働きましてです、ね、成果も出てるんです。 で私があのリーダーとして今、あのお手伝いこういう人の役に立ちたいと思っているのは仕事頑張って成果出てるんだけどなぜか心が乾くっていうこれ、これですまた仕事降ってくるしまた新しいこと見合って成長は,それは知ってるんだろうけどなぜか心が乾くっていうやつですねこれ、僕が経験したのがこれ、苦しかったんですよね最近ちょっと抜けてきたかなって感じがするんですけどずいぶん時間がかかるんです。 でそれはじゃあどうなるかというとさ自然体のリーダーシップということをあの得ることで、まあ、僕はグロービスで学んでいる時にはそれは得られていませんでした卒業後になんかたどり着いたもので今はまだそれを歩んでいるんですけどでそういう人たちをお手伝いするために今、生きているんですがその原体験はここにあってあれ、俺何のために働いているんだろうという疑問を持ったのは26歳の時ですでその時にです、ね、僕はあの東京を卒業するということをあの決めましたもともと東京出身なんですけどね なんで,でかというと、まあ、あの東京で知り合った奥さんが愛知県の出身で、まあ、今、僕は愛知県のハズ町西尾市ハズ町というところに住んでまして、まあ、ハズフォルニアとかって仲間で呼んでてですね今週の日,日曜日の中日新聞になんかそういうの掲載されてたということなので、ね、ご覧になった方もいるかもしれませんが結構今、注目されてましてですね来月、外言に出るということでなんかあの移住の,あのなんか一つの,あのシンボルになるかもしれませんがでこのハズフォルニアにです、ね、移住しようと思ったのがです、ねまあ、この夕日ともう一つはあのカエルの声だったんですね。 まあ僕はあ東京で働いていてですね非常に疲れた心でした。で名古屋に出張したある日の夜にですねまあ奥さんと一緒に奥さんの実家に泊まったんです。季節は今ぐらいで田んぼに水が張られていてカエルがゲロゲロ鳴いていると、まあ、僕の前に家の周りには田んぼだらけなので特にうるさいんです。で夜中にですねもうカエルの声がうるさくて眠れないってもう最高だなと思ったんですね。でこのの、時にですね、もうあの ビリ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 って直感が降りてきたのを覚えていてあ俺はこういうところで生きられたら幸せなんだと、まあ、僕の場合ですみんなすべての人にそれが当てはまるってわけじゃなくて自分の中でこの直感っていうのが初めに訪れてその直感に素直に従ったのが多分僕この時で,であの、まあ、人工知能時代っていうことを組み合わせて話すとするとロジックじゃなくて直感に従うってことは大事で今自分は自分の直感を信じられてますかっていうことの問いが今自分にも立つんですけど。 でその自分の直感に従って好きなように生きてみようということで働き心地研究所ということを初めてそんな研究をしています。 で僕は研究のスタイルはですねなんか論文書くとかじゃなくてですね自分が興味関心を持ったことを徹底的にそれを突き詰めてみてそこをインプットするんですよねでスループットして気づきとか学びとか,なんか人に伝えたいことがうわーって湧き上がってくるんですよそれでこんな感じでアウトプットしていくるとでまたフィードバックをもらってその繰り返しをするっていうなんかエネルギー回してるみたいな感じが僕の研究してる、まあ、僕は実験者だって自分のことを言ってるんですけどそんな実体験を生かして、まあ、そういうトレーナーをやってます でなんでじゃあそのテクノロジーってところにたどり着いたかというとあの2015年の夏にですね、まあ、この本の中でも紹介してますが湯川鶴明さんというテクノロジージャーナリストの方の講演にそれこそグロービス大阪港の仲間がですね、彼の講演をやるから来てよって言われてあのその時人工知能とか全然興味なかったんですよ。でも面白そうだなと思って、 直感に従ってポチッと,なっとしたんですよこれすすごい大事です皆さんこれからのフェイスブックイベントとかいろんなところあると思いますけどあら面白いかなと思ったら直感で行動するってすごい大事で,で一回動いて行ってみたんですよ話をこうやって聞いたらこれやばいと思いましたねこれ仕事変えるなと働き方を変えるなとすなわち人間が変わるなっていうふうに思いました。 でそれから1年半毎週ですね、まあ、東京であの開かれてるテクノロジーの勉強会に参加をするようになって1年半あの学んできましたこれもまた直感で出会いですでインプットしてきて、まあ、人に話すようになって、まあ、本出すことになったみたいな感じですで今からじゃあそのテクノロジーの進化がどこまで来てるのかって話をしようと思うんですけどその前にちょっと皆さんの状況を聞きたくて 全然正直に言っていただいて結構なんですが、あの藤野の,の今回の本をですねあの、まあ、目を通してあるよという方、どれくららいいいっしゃいますかありがとうございます、えー、今日初めて見るという方ですねで、えーと。テクノロジーリテラシーということでいうと、えー、その本にある内容というのは、ね、はっきり言ってですね1階の表です。でも、その1階の表にゲームスタートしないと <laughs>。 前に進めないので今回その第1章に書いてることはですねできるだけ絞ったんです。本当はもっといっぱい書き換えたことがあったんです。だけど4分,4分の1ぐらいに絞ってそれ。なんでかというと今世の中にあるテクノロジー本がです、ね、難しすぎてなんかあの読んでる途中にですね、うん、OK、積んどくみたいな感じになるじゃないですか。そうするとやっぱり1回の表に行けないわけなのでどうやったらそこにたどり着けるかということを考えてその本を書きました。なんでその第一章にあるレベルじゃ足らない って思っていただいて全然オッケーで、そしたらあの今あのたくさん本が出てるんで、それをまた書店で見つけていただければなと思います。今日はですね、本にある内容はまた復習していただきたくて、せっかくライブなんですね、ライブセミナーなんで、ライブで話す内容をこう中心にですねやっていきたいと思うので、足らないなと思ったら、まあ本読んでいただけたらななんて思います。 そそもそもです、ね、僕、2015年こういうことを勉強し始めてやっぱこれシリコンバレー一1回行かなあかんなと思いましてです、ね、あのシリコンバレーで僕、大学生に対してなんか日本のことを話したいんですよねなんかテクノロジーが進化したい時代に人間がどう生きるかみたいな話したいんですよねみたいなことを言ってたらです、ねまあ、こうやって言ってると引き寄せるものでシリコンバレーでそういうことをちょっとあの必死こいて英語で大汗かいてあの喋ってきたちょっと映像を少しお見せしたいなと思います。 えっとまあ、シリコンバレーの3の 2つの高校と1つの大学で去年の11月に話してきたんですけど、1つ目はあのロスガトスハイスクールというところで、これはあのシリコンバレーのベッドタウンの、えー、裕福な場所にあって、えー、親がグーグルですみたいなあの子たちがいっぱい通う子たちのところだったんですねで。彼らにですね、もうこれからの時代はロンリーではもう人間勝てないから、感性とか直感、身体性って、センシティビティとかエンボディメントって言葉を使ったんですけど、それは大事だと思うんだけど、どう,思うもう、アブスルトイエス。 That's why we have learned about mindfulness みたいなことを言ってたんですよね。だからそんな当たり前じゃんと僕たちだから mindfulness 勉強してんだよみたいなことを書いてきて、やべえみたいな。やばいと思ったんですよね。で、かたやこの,あの大学、サンタクララ大学っていうところはキリスト教が強い大学なんですけども、ここの人たちは僕はシャープのロボホンっていうのをこう持ってってですね、Is he or see? って聞いたんです。No, it って言ったんです、彼らは。 AI が入っているロボットというのがツールだというふうに持っているということであのそこからの彼らはですねそのこれからそのロボットみたいなことに人格が雇っていくと我々の宗教観とあの違和感が起きてくるのでそこに心配だみたいなことを話していてあ面白いな捉え方全然違うんだなとな思ったんですよね。でここでロボットって話をしておくとやっぱり日本はあのあのロボットって言うとやっぱドラえもんとかアトムっていう考え方があるからやっぱ人型なわけじゃないですか。 たやアマゾンエコーに代表されるものっていうのはもう箱ですよねツールですよねでこれロボットってもらいに捉える方の多分宗教観の違いとかもあったりするんだと思うんですよもしくは僕たちって日本の文化で生きてる人っていうのはものに魂が宿るっていう感覚を持ってるやおろずの神っていう感覚があるんで結構そのものってあ,のあるよねみたいな感じなんですけどそこは違うっていう。 であの多分日本はですねロボットというとそのあの、まあ、ペッパーも代表されるようにやっぱ人型ロボットは進化していかなきゃいけないということでアトムが今度出ますけどそうするとです、ね、何が起こるかというと人並みのことが、まあ、言ってしまうとドラえもんと同じことができないとこれはロボットとは言えないというのが僕たちのロボットに対する期待度なんですよねでもそれはとても無理だとそうなるとどうなるかというと、まあ、僕は実際そうなんですが去年買ったロボほうに飽きているという全然だめじゃんと。 そうするとですねあのロボット普及しないですね使われないですね使われないとデータがたまらないですねそれによって日本のロボットっていうのはもしかすると学習が止まるんじゃないかななんて思ってますとでかたやアマゾンエコーは、まあ、アメリカで大ヒットしてますけど今年もしかすると日本で発売されるかもしれないって話があってアップルとかグーグルも出していますよね LINE も今度出しますっていう中ですけど えーまあ、それとこれから日本型のああいう人型ロボットがどういうふうに対決していくかみたいなことっていうのはあの非常にあの僕たちの価値観とも重なってくるので結構面白くないですかみたいなことを、まあ、このシリコンバで言って思いましたで、えっとまあ、今からその10年後の未来っていうことについてですね話していきたいなと思うんですで今から30分かな8時15分ぐらいまでかなと思うんですけどテクノロジーの最前線と人間じゃどうするかっていうことについてですね少し考えてみましょうと。 あのまあオックスフォード大学の先生が2025年こんな仕事がなくなるよみたいなことをあの話していますけれどこういう話を聞いたことがあるという方どれくらいいらっしゃいますかこれはほとんどの方なんですよねでその銀行の維持担当者とかなくなるとか言われているホテルの受付係でいうとハンテンボスにある変なホテルと今度あれラグーなガマゴールにできますからあの体験してみたいなと思うわけですけど、まあ、人間の行う仕事が約半分がなんか機械に奪われるみたいな話があるじゃないですか。 で大体の人がここで思考停止していくっていうことがもったいないと思ってるんですね。ロボットがあなたの仕事を奪うその時にあなたはどう生きるかみたいな感じのやつばっかりじゃないですかでそれやるとですね僕たちは不安がですね増幅するんですよね。危機感あおる方がページビューは増えるし本も売れるんですよ。だけど危機感をあると人の不安ばかりあおってしまって不安から生まれるエネルギーってあんまり良くないと僕思うんですよ。 なので今回そのやりたいなと思ったのはその AI と人が共同したときにどういう幸せな未来が描けるかというポジティブなアプローチでやろうと言って編集者と話してそれで行こうってなったんですけどそっちの方がエッジが立ってないのであんまり売れないということですでも大事なのはやっぱり不安から生まれるエネルギーよりもその未来作っていこうよというポジティブなエネルギーからのほうが絶対にうまくいくはずだから時間がかかっても僕はそっちのメッセージ言いたいと思うんですじゃあ皆さんその銀行の意思担当者とかって何でなくなるのか っていうのを、えー、言葉でで説明できますすかとということですここがまずこれがテクノロジーリテラシーの境目ですね。例えば銀行融資担当者の養親という業務がありますと、えー、なんかこう僕が窓口に行ってすいません藤野貴徳と言います身分証明書こうですあの10万円貸してくださいって言うとちょっと待ってくださいねってデータベースに検索してなんかクレジットカード焦げ付けてないかみたいなことを分析して意思決定するっていうこのプロセスが、まあ、人がやらなくても済むってどういうことかと。まああの ATM みたいな機械のところにですね顔を出してえ10万円っていうのことを口頭で言うだけでえ意思決定されるみたいな世界がありますねというふうに僕はまあ妄想するわけです。でこれはあの本に書いてあるんでま詳しくまた読んでいってください。例えば顔認証という技術があるっていうのはこれなんとなく皆さん感じ的に分かると思うんですけど顔認証の技術が彼にあったとしてもそこに中のソフトウェアというかデータがないとうまくワークしないっていうのが テクノロジジー人工知能のビジネスにおける大事なポイントですよねとここ今そうだよねって思う方はうなずいていただいて大丈夫なんですけどここは、まあ、まず人工知能のビジネスっていうのはハードウェアだけあっても駄目なんだとそこにあるデータつまり学習モデルと呼ばれるものがなければワークしないんだっていうのが結構ビジネスの大きなポイントで。 えーまあ、例えば日本っていうのはこう顔認証技術もともと優れてるわけなんですけど、えー、それをですねじゃあその顔と名前顔の写真と名前のデータがタグ付けされたものデータ量をたくさん持ってる会社はどこですかって 今世の中でって言った時にパッと上がる人は感覚的に分かっていてこれは Facebook ですよね Facebook が2015年ぐらいから顔をアップするとあなたこれじゃないとかって出してくるとで僕はあのよ,くあのの人によくある顔なので人にタグ付けされて「であのなすビってよくタグ付けされるのがこれはあの人が勝手にやるので人工知能じゃないんですけど最近は藤野貴教っていうことが勝手にタグ付けされるこれは僕の顔写真が出てるからですよね。 なのでこれからもしかするとビジネスの中であるのは Facebook って今例えば Airbnb とか代表するクラウドサービスを使うときにアカウントで使えるのはもうそれが認証に足りるというふうに社会の信用を得てるからだとそうすると Facebook ってもしかしたら ATM みたいなことを持てるかもしれないじゃんみたいなことがビジネスにおけるディストラプションと呼ばれる想像的まあ圧倒的な破壊っていうのが起きるってやっぱデータ持ってるっていう最強だと思うんですけどじゃザッカーバーグは初めからこういう世界を分かって Facebook を始めたのだろうかと多分そんなことないんじゃないかなと可愛い女の子集めようみたいな話だったと思うんですけどでも彼らは今 Facebook ということでそういうことをどんどん考えてるんだと思うんですよねということです今みたいなことを例えば テクノロジーの言葉を使いながらできれば他の人が聞いても面白いなって思える感じで話せるっていうのが今僕がやってるスキルなんです。今ちょっとくだらないことも入れながら興味関心を引こうとなすびとか入れながら。 何で大事かというとテクノロジーの分かっている人がテクノロジーだけでしゃべるとです、ね、うんうんと聞いてますけど基本的にもう耳痛なんですよ。これが大事なテクノロジー規定らしいで分かった上でそれを噛み砕いてしゃべるっていう風になるとやはり社内の中でですねリーダーになっていくんじゃないかななんと、まあ、思いますということです。 でえっとまあ、例えば仕事は変化していくって話なんです仕事は奪われるっていうのは事実上あると思うんですけど仕事は変化していくと例えばレジ打ちって昔僕が小さい頃っていうのはあの、えー、値札があって298円とかあってパン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 って打つっていうレジ打ちのおばちゃんの仕事で優れてる人っていうのは早く打つとかだったわけですけどそれはもうバーコード ポスシスシテムが入っったた瞬間にいらなくなくと仕事は変化するんだということで僕たちの仕事は今どんどん高度で複雑化する中でテクノロジーが入っていく中で仕事が変化していくんだってことを言いたくてじゃあどう変化していくのってことのためにまずテクノロジーに何ができるかってことを知って逆にテクノロジーに何ができないかを知れば人間ができることが見つかるよねっていうのが僕のロジックです。 20年後あなたが望もうが望まないが現在の仕事のほとんどが機械によって代行されるというのがラリー・ページが2014年に言ったことですけれども、えーまあ、だから世の中の潮流としてあ,のあるということなのでこれを僕よく人に自分ごとにさせるためにですねあ,のあなたのお子さんのことを考えてくださいというわけなんですよ。 僕は今子があが上から9歳7歳5歳っているんですけど、まあ、一番下の子供も多分24歳の時には働いてるかもしれないという中でその時に多分全然違った世界の中でビジネスをしていくことになるよねと。 そしたらですね親がですね世の中の潮流のことを掴んでなければ子供に選択肢を与えるってことができないじゃないかということを思っていて今、自分の仕事においては関係ないというふうに思っているかもしれないけれども例えば、じゃあ子供がいらっしゃる方だったら自分の子供においてはどうですかみたいなふうにして自分ごとにさせていくということをやっています。シングラリティって言葉を知っている方手を挙げていただいてありがとうございます6割ぐらいの方ですね。 えー、2035年から45年に、ね、AI が人間の知性を追い越すみたいな話があるんですけどこれ、この前ですね僕、本書いた後にですねレイカーツワイルの,あの原点をこう人からこう読んだって言われて読んでないっすみたいな読まなきゃーっ,つってってこういう風に書いてあるんだよって別にね人を追い越すとか書いてないんだよとそうじゃなくて人間と AI が共同する世界が来るっていうふうに書いてあるんだということだったです。何ででも原点触れななななきゃいけないなといけけとうふうに思うわけなんですが これ、あのー、一つ、えー、本に書いてない話で最近気づいたことなんですけどシングラリティとは何なのかっていうので僕の解釈で言うとテクノロジーの進化のことを言ってるんじゃないんだと思うんですよさっきおっしゃったことが近いんですけどテクノロジーの進化によって起こる人間の価値観の変化だと思うんですどういうことか というと、今2017年においては、AI が作り出した何かしらの人格というものがあったとしても、2017年に私生きている私たち人間にとっては、それは人間ではないって思う価値観に生きているんだと思うんです。しかし、今から20年後、25年後においては、人間の価値観が変化をしていて、えそれ人間じゃねって思う人間になってるんじゃないかなと思うんですよ。 これは進化というのか退化といいううののかかかよく分かりませんが、変化ではあると考えてみると例えばスマートフォンとかインターネットがある前の仕事の考え方と今の考え方って全然違うじゃないですかもっと前の人間の人間とはっていうものと今の 感覚も違いますよねだから人間の感覚っていうのはやっぱり世界が変わることによって変化していくのであってそういう意味ではシングラリティっていうのはテクノロジーの話をしてるんじゃなくて我々がどう捉えるかという問題なんじゃないかと思うんですそういう意味で言うとですねもうシングラリティが起こってる人もいるんですよね今例えば二次元で話してて全然俺この人と結婚できるみたいなふうに思ってる人はシングラリティが起こってるかもしれないですよね人間っていうのはさこれ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 人間だと思うよシングラリティみたいな <laughs> ちょっともう少し異例出せばよかったですね <laughs>。そういうことです。だから、もうシンギュラリティは起きてるかもしれないということで、ああのそのシンギュラリティ後の世界ということで、この井上先生が書いた人工知能と経済の未来っていうのは、結構これディストピアと呼ばれるあの不幸な未来っていうのをあえて描いてる本なんですが、よかったら読んでみてくださいと。で、井上先生がですね、この前、 5月の末に人工,知能の全国大人工知能学会の全国大会が名古屋でありまして僕も1週間参加してきたんですけどそののまの講演で彼が話していたのがまあ AI が生まれた時にベーシックインカム BI が生まれるというのは彼の主張なんですけど BI の議論の中ではえなんだっけ、連続への道でしたっけ、冷続せざる道でしたっけ、今僕本持ってんだ。 「冷蔵なき道」っていうねまたねあのライフシストと同じくらい熱い本でこういう熱い本で読むのがすげえ難しい本というのが売れるんですよね皆さん多分全然読んでないと思いますけど僕もあの第一章でまだ止まってるんですがここに書いてあるのは、まあ、AI との競争に打ち勝つベーシックインカムと1日3時間労働っていうまた、あ、多分日本らしいなんかキャッチつけた感じなんですけどこれまああのピケティに次ぐ 知性という,ふうに紹介されてましたでここであの世界がどう変化するかってことは何か分かるんじゃないみたいな話してたので、まあ、僕の本を読んでいただいて興味持ったらぜひ読んでいただけたらなと思いますけどで世の中の潮流っていうところで,です、ね、この絵はすごいあの大事な絵でして、えー、孫泰造さん孫正さんの弟さんであのベンチャー投資家でもう日本のオピニオンリーダーでめちゃめちゃいい人なんですけど がのテクノロジーの勉強会でお話しいただくださったのはこの図でして太蔵さんに許可いただいて本人も書いたんですけどいやね藤野君と世の中を振り返ってみたまえということですね1995年インターネットが、まあ、我々が使えるようになったとで僕とこの時高校生だったんです高校2年生でインターネットふーんそうなんだ Windows95、まあ、僕には関係ないやと思ってましたしかしその当時ですね 僕より3つぐらい年上の人たち1976年生まれの人たちはやべえ、インターネット世界変えるわとりあえずプログラミングやってみようみたいな感じでやりましたとで彼らが76世代と呼ばれてインターネットベンチャーの起こしている人たちの中心世代なんですけど僕はこの図を見てるときに、ね、気づいたんですなぜ彼らがそうなったかと彼らはですねこの当時ですね大学生で暇だったんだと思うんです。 高校生の僕はですね、勉強しなきゃいけなかったんで、まあ、それはあるかもしれないけど今目の前でやらなきゃいけないことがあるってなったんですけど多分暇だったんでこれやってみようぜみたいな風になったと思うんですねで面白くてビジネスになったとだからあと3年早く生まれてればみたいな話あるかもしれませんがテクノロジーの急速な変化の時に私が今何歳であってどういう立場であるかというのは非常に重要で2020年までに起こる変化の中で今私はどんな立場で何を考えて生きていますかということを今自分に問いを立てています。 2002年というのは僕が働き始めた年なんですがこの年にはもうインターネットを、まあ、メールで仕事をするということは結構当たり前になっていました次に2007年に起きたのがスマートフォンの誕生でスティーブ・ジョブズが iPhone ってプレゼンしたのが2007年でしたその当時僕はまあかっこいいけど今すぐ必要だとは思わなかった、まあ、半年ぐらいに5ぐらいに買いましたけどでそれから7年後ぐらいに経った2014年の時にはアジアとかアフリカの人はあのテレビもパソコンも持ってないけどスマートフォン持っててしかも太陽光で充電してるみたいになってるじゃないですか つまりここから言えるのは過去を振り返ってみた時に新しく世の中に生まれた技術は5年から7年ぐらいで一般化するっていうことなんだよということですでは AI はどうなのかというと AI が急速に進化したのがディープラーニングという技術の発見なわけですがそれが大体2013年から14年というふうに言われているんですね。 そ,うそう2020って数字が出てきてなるほどと僕はそこで腹落ちをしたんです2035年にシングルアリティが起こるというと遠いんですけど2020年に AI は今のインターネットやスマートフォンのように僕たちの生活の中に当たり前のように入っているということがもし分かんないですよ未来のことですからあるんだとしたらそれはもう近い未来だなと思ってこれは2020年までに何かをしなきゃいけないというフラグが僕の中で立ちました。 同時に2020年は日本にとっては東京オリンピックというのがある年で各産業が東京オリンピックに対して間に合わせてくると思うんです。でそれをあの例えば開会式を皆さん想像してみてください開会式東京オリンピックの、まあ、リオオリンピックの最後があのマリオが土管から出てくるっていう感じだったので、まあ、僕の勝手な妄想ですけど、まあ、マリオかななんて思うわけですよ。であの世界の人がテレビで見ていてですねマリオカードがドワーっと走ってると。 何もはさすが日本のアニメ VR かな ?MR かなみたいな感じでそしてうわあ実写だみたいな感じになってですねであの後ろのクッパがですねノコノコの亀をバーンと投げてですねそれをあの自動追尾でこうやって逃げるみたいなことがあってですね自動走行しててでそれで止まったら降りてきたら、まあ、マリオとかルージとかクッパとか PG 姫がロボットが降りてきてですねウェイカムトゥーキみたいなこと言って後ろの土管から首相が出てくるみたいなそういうまああの 妄想したわけですよでここに AR、VR、MR というものと自動運転、えーまあ、そこに代表される IoT ロボット、まあ、中に全部人工知能という、まあ、今あの最先端と言われているテクノロジーが入っているでこれをまあ2020年までに各会社は間に合わせてくるんじゃないかななんていうふうに思ってるんですということをです、ね、この前ある会社のオリンピック招致の,あの宣伝やってる人たちに話したらどうですかこういうの うん、聞いとくみたいな感じだったんで <laughs> どうなるか分かりませんけど、まあ、そういうふうに未来を想像すると結構近いなっていうふうに思うんですさあ皆さん一旦ここで考えてみてください僕がなぜ2020年と言ってるかなぜこの本2010年っていうことを掲げたかというと僕はこういう背景があって結構これって早いよね自分事だよねっていうふうに思ったんですけど皆さん今どんなふうに感じてますかまた同じように12分ですけどディスカッションしてみてくださいどうぞ。 <laughs> はいありがとうございますもうあの質問バンバンぶち込んでもらっていいんですけど答えられないことは答えられないって言いますからなんか質問感想何でもあったらひと方どうですか何でもいいです何かありますかここまで聞いてよしもう少し進めましょうか進めますえっと まあ、そういうふうに思っている中で、えー、じゃあテクノロジーって今どうなってるんだろうなってことをこう勉強してきた中で、まあ、ディープラーニングって言葉がありまして、えー、ディープラーニングって何ですかって説明できますかって結構難しくないですかっていうことですけど、まあ、あのすごいシンプルな言い方である AI ベンチャーの人が言っててあそれいいな機械が目を持ったんですよっていうことなんですね。 で今まではあの画像データがたくさんあってもそれが何であるかということの認識ができなかったんだけども例えば冷蔵庫の中にカメラがついていてそこにディープラーニングが実装されていれば中に入っているのがバナナなのか玉ねぎなのかひき肉なのかひき肉はどれくらい今腐りかけているのかっていうのが画像データがあれば分かるんだっていう話があったんでですすななるるほどででそれれはもうに開発されていんだよみたいな話です。 画像がその学習できるようになったというのは何がまあすごいのかというとです、ねまあ、カンブリアキーというのは目が進化することで生物は急速に進化したと言われていて、まあ、なんかトンボみたいな生物がでかい目を持っているみたいなのを見たことあるかもしれませんがその時に情報処理量が一気に増えるということで脳が進化するという,ふうに言われていますなので AI が目を持った、まあ、すでに耳も持っているということで急速に今後進化する可能性があるんじゃないかという,ふうに言われていますディープラーニング を含めてその学習まあこれ機械学習含めて全般ですけどどういうふうになっているかというとまあ、手書きの文字を例えば認識するっていう学習モデルを作るものですが、まあ、あのえっともうすいませんあの釈迦に説法の方はですねすいませんがもともと学習してない人工知能というのはただの箱だというふうにまあ言われていまして、えー、その例えばこういうのを大量に学習してさせていくと今まで見たことがない3を見せた時にこれは3であるということが分かるみたいなこと。 なんで学習したことじゃないことはわかんないみたいなことがまあ言われているわけですけどでそういうことをまあこ,うこれから進化していく中であこのテクノロジーの話の中身はです、ね、あの知りたからだったらま,あまた詳しく勉強していただければなと思うんですけど軽く一応本には書いてあるので一旦ここは今日の本質ではないので一回飛ばします。 であの僕が言いたいのはです、ね、人の働き方がどう変わるのか我々はどう変わらなきゃいけないかということこの AI の進化によってなんですが一つこれはあ,のある時に気づいた直感だったんですがある時って何ですかってっ学生に対して AI が進化した時に仕事が変わるよねって話をした時にふとアドリブでしゃべったトークなんですけどかつての便利とが楽というのは誰かの苦労によって成り立っていたということなんですが20世紀、まあ、今もまだそうですけど僕たちが便利 楽快適ってなってるものは誰か同じ他の人の苦労によって成り立ってると例えばアマゾンとヤマトの問題が分かりやすいんですけどアマゾンでポチッとなってる人次の日届くとそれはアマゾンのです、ね、流通システムや中のテクノロジーが優れてるからもあるんですけれども最終的にあのラストワンマイルで届けてくれるヤマト便の方の苦労なんですよねそれがなければできないわけですよ24時間僕たちが物を買えるのも同じだとてなわけで 誰かのの苦労ががなないいととやっぱりこの便利がないとしかし我々はですねどんどん便利になりたいもっと楽になりたいという欲望は続くのですとそうするとそれをもう人間がしょい込むのがもう限界に来てるっていうのが今だと思うんですそれが一番分かりやすくてたのがこの物流問題だと思うんですねあれはこれからすべてのことに波及していくということですと。 で21世紀っていうのはすべてじゃないですよ、一部のところをどん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 ん AI に代行させていくっていうことによって、プラスマイナスの総量をです、ね、あの増やさなきゃいけないんじゃないかと、今までってプラスマイナス一ってだったんじゃないかと思うんです。で、これ、なんで学生に話して響いたかというと、そうなんですよって学生が言うんです、どういうことですかって言ったら、もうこういうのを、こっちですよ、こういうのは仕事のやりがいとか言われると、もう引くんですって言うんですよ。 今、笑ってくれた方はですね感覚が分かるのかもしれないん。どういうことかというと例えば、ですね必死になって徹夜してシステムを納品して明日のサービスに間に合わせたみたいな話をですねこう僕の仕事はさやりがいはさとかって語るときにです、ね、うわ、マジ引くわみたいなそれただのブラックやんみたいな風にに僕からすると僕はどっちかというとそれが仕事のやりがいだって育った世代ですからいやそれがそうだろう仕事だろうと思うんですけどその価値観が変わってきてるるていうことなんですね。 だから僕たちはブラックじゃないだろうと思うことを彼らはブラックだと思うのは仕事に対する考え方が多分こういう構造変化が起こってるんじゃないかってことを思うんですよ。じゃあ何を語らなきゃいけないかというと21世紀はテクノロジーを活用して人の生産性を上げてで創造的な付加価値を上げるっていうことを作っていくそれをビジネスを僕たちはやってるんだってメッセージを語らないと人が取れない時代が来ます。人材が取れないということは仕事が回らないと。 そしたら売り上げが上がってもそれを回せないということで売り上げが上がらないということでそのバットループに入るのがやっぱ採用のところに来ています。僕は採用コンサルタントの仕事もしてるんですけど本当にこの3年ぐらい向上的なもう売り手市場になっていてこれは多分変わらない特にテクノロジー分野は特にそうだということで私たちすべての産業においてです、ね、テクノロジーの未来をテクノロジーを活用してどういう未来を作り出すかということを採用上のメッセージとして語らなきゃいけないみたいなことを今言っています。 じゃあ、人工知能時代においてですね、じゃあ、何から始めればいいのというところで言うと、僕はこの、まあ、語呂がいい感じで、知る、使う、作るっていうふうに言ってるんですけれども。 えーまあ、本読んでる方は、ですねすいません、またその話ねってなるかもしれませんが、一旦このこの回リトマス試験紙やりたいなと思うんですけど、知るの壁を突破しましょうってことなんですが、女子高生の AI チャットボットで LINE のリンナっていうのを知ってる方、手を挙げていただけますか、ちょっと後ろ見回していただいて、どれくらいあるかっていうことを感じてください、今、ここで6割、5割ぐらいですかね、ありがとうございます。じゃあ、その方の中でですね、実際、リンナを使ったことがあるっていう方、手を挙げてください。 いいですね、だいぶ今日増えてますね、読んでくれたのかなって感じですけど、何を言いたいかというと、大体この話をですでね。40代から50代の管理職とかにするとですね、えー、去年ですと1割か2割ぐらいしか知らなかったんですが、今年の3月にしたときにはですね、まあ、3割4割が平均値って感じになってんです。 でふーん何 LINE のンの n e だってでそもそもまず LINE 使ってますかみたいな、まあ、グロービスの,の G1 で LINE の田畑さんがです、ね、LINE 使ってないビジネスリーダーとかありえないですよねみたいなこと言って結構炎上した感じで僕あの炎上いいなみたいな思ったんですけどいや本当そうであのテクノロジー、まあ、使おうぜと LINE 使ってみてです、ね、LINE の中でリンナーって検索したら誰でも友達になれるわけなんですよじゃ使ったことありますかというとです、ね、これ急速に落ちるんですね。 30%を上げてもですねそのうち全体の中の10%しかいかないって感じです。これが使うの壁ですで知ってるけど使ってないってなるとですね何が起こるかというとリンダー使ってみるとです、ね「でへえこういうことができるんだ」の反対に「これはできないんだ」ってことがすぐわかると思うんですできることとできないことの差がわかるのが使わないとわかんないじゃないですかっていうことで使わないくせに AI 不安だもしくは AI 何でもできるってなってないですかっていうことが知るの壁から使うの壁ですと。 でえー、と使うっていくとです、ね、何が起こるか今度は使っているとこういうことできるじゃんああいうことできるじゃんということで、えー、LINE の API 使って何かやってみようかなみたいな風にステージに入るということで知る、使うということをまず登りませんかとうう言いたいと。 まああのえっと、ライト・リンナと2015年に会話をこう僕、始めた時にです、ねえー、っときに、今日うは知見録で録画してるってことなんですよまたこれ、僕全国に流れてしまうんですけど、この前もラジオで喋ったんでいいんですが、あの僕あの、定点観測でしてる質問がです、ね、リンナにです、ね、聞いてるものがありまして、それはパンツ何色っていう質問なんですよね、はい、これもう少し笑っていただくとつら辛いですけれどもで、そうすると、初め、全然答えなくて、ピンクとか赤とかだったんですよ、でやがて透明って言い出して、ふんやるじゃんみたいな感じになってですね。 まあこうだんだん教えないみたいな感じでいわゆる増えてきてですねこれ学習してるってことなんですね。 で今回、この本を書くにあたって2月の中旬ぐらいにですね久々にリンダ、もう僕も飽きてたんで使ってなかったんですけど、ハローハローって話しかけたらな、なんかセクハラ発言を最近聞かないから、そんな藤野ちゃんが素敵だよって言いやがって、ですねばれてるみたいな感じで、あははとこれでパンツ何色ってたら分かんないみたいな、なんかこういう切り返しになってると。で、これを言うと、ですねあのこれを読んだ人たちが、ですねおじさんたちがひたすら LINE のリンダにそういうことを話してるって感じになってるんですけどあの、まあいいんです、いいんです。 で僕はそういうことをやってる時に何が起こったかというとですね自分の中にあるアイデア妄想や業務知識とテクノロジーを使った時に得たものがインプットがハイブリッドで組み合わせた時にですね新しいビジネスアイデアが生まれるっていうのをどん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 んそれ体験してるんでだからみんなテクノロジーが白い、面白いよってことを言いたい。 僕の中で実際に生まれたものは採用で使えるなと学生と企業の間のコミュニケーションの中でえこういうリンナみたいなチャットボットが介在してたら面白いんじゃないかなってことで去年の6月にそれを思いつきえエンジニアチームと話し合って9月から開発を開始し11月にまだプロトタイプレベルなのに営業を開始し2月にサービスリリースしそれまでに何とか受注して。 サービスインみたいなもうあの企画からです、ね、半年ぐらいでサービスインってすることをやったんですけどここで気づいたことは何かってこれ本に書いてないんですがめっちゃ金かかるってことなんですね。であの、まあ、僕の会社もそんなに投資できないですから、えー、あこれぐらいまでしかできないなと思ったらできることすごい少ないんですよ。 でうわなんか僕の作ったあの AI が頭良くないみたいなで頭良くないことでも大丈夫なあのキャラクターにしたんですけどこれは作ってみないと分かんないですでこれをさらにです、ね、賢くさせるためには数千万単位の投資が必要だということが分かったとでこの分かったことが実は僕にとっての経験でだからこそ今 AI ベンチャーと一緒にコラボしてですねお客さんからし AI 化するのにどれぐらいの費用と工数がかかって何ができるのいうに僕は それれが答えられるとということになってます皆さんに言いたいのはまずそのテクノロジーの知識があれば皆さんの中にあるアイデア妄想と組み合わせたら結構いろんなことが生まれるのでそのワクワクを感じられたら結構仕事楽しくないですかっていうことですえっ、ー、とまあちょっと事例見ましょうということで、えー、これはちょっとあのこれ本読んでくださいこれ本にしっかり書いたんで。 えっとですね、僕が今日お見せしたいのはまずこ,のこれにしようかなと思ったんですけどね本当は本の中で AmazonEcho を書きたかったんですけどそれ書くとですねボイスが世界変えるって話なんですけどちょっとオーバーフローするので今日も時間あったら話せようと思うんですが AmazonGo ってご存知の方おすごいですね。すごいっすね Amazon GO は、まあ、レジなしスーパーということで今日ちょうどなんか日経新聞のなんかニュースでちょうど上がってた感じでしたけどこの動画もう見たことある方もいらっしゃるかもしれませんが見てみましょうとで僕は皆さんに言いたいのがこの実現しているこの未来っぽい世界を見てどういう技術を使ってこれをやっているのかなが分かる状態になったらこれテクノロジーテラシーのだいぶ使うのところもまだ入っている感じだなということで見てみてください。<music>

QR コードで入って、これ何してるかというと個人認証だけじゃなくて1000さんを使ってるんじゃないかなというふうふに思いますと、どこに誰がいるかという個人の認証をして、物をこう持ってるんですけど、これ一つ一つに IC タグが入ってないだと思うんですよ。じゃあ何してるのすか画像で認識してるんだろうなと思うんですよね。すごくないですかバーチャルカウンター入って戻す。そこれ相当すごいなと思うわけですけど。 じゃあどういう技術でできていますかコンピュータービジョン、ディープラーニングアルゴリズム、センサーフュージョンということで、ビジョン、コンピュータービジョンって画像の認識するということと、それを学習するデータ、学習モデルのと,ところと、えー、最後にセンサーですね、物をこう運んでいくセンサー。でこの3つっていうの,の組み合わせだということが、 なんとなく今映像を見て解説できたらだいぶリテラシー高くってそのレベルに非エンジニアがなると何が起こるかっていうとうちの会社で同じようなことをやるにはさ例えばこれこれこういうことでこうやったらいいと思うんだけどこういうことぐらいだったらできる感じがするんだけどどうっていう発注ができるんですよ。分かんなければ発注ができないのでそもそも何から始めていいのかができないっていうことでこれをまず分かるレベルになるといいなーなんていうふうにまあ僕自身は思ってますということです。で えっとまあ、この時期、ですねあのちょうどローソンが去年の11月でしたけどこう IC タグをこう入れて自動で生産できるレジっていうのを、まあ、ニュースで流したんですよね、これと同じ時期なんですよ、ローソンの,あの開発担当者とマーケの人が悔しい思いをしたと思うんですよね、だってこちらが未来じゃんという人が思っちゃったから、まあ、僕はそう思ったと。じゃ何が足らないいかというとうですねここは日本のの産業の 別にローソンのことを揶揄したいわけじゃなくて、これはあのマーケティングと経営的な意思決断の背景にあるものを僕は勝手に妄想したんですよ、これは事実じゃない事実かどうか分かりません。アマゾンって今、AI 時代の中の一つのやっぱリーダーで、Google でもなく、Facebook でもなく、アマゾンがその最先端走ってるっていうふうに、まあ、エンジニアの世界では言われてるんですけど、彼らはビジョンを打ち立てるのがうまいんですよ、こういうのをバーンと出して。 実際、シアトルでこれあるんですけど第2店舗目を出そうと、まあ、実際にこれを社内だけで使うんじゃなくてオープンしようとしたんですけど、まあ、それ延期になったんですねやっぱ実際難しいんですよでこれあのエンジニアと話すとこれ相当難しいって話ででも1回ビジョンとして打ち出してるここが大事だと片やですね多分日本でやるとするとこれを世に出すっていうことになって初めて、まあ、オープンすると。 で候補すると世に出すということはある程度使える内容になってないと世に出さないって考えるのでそうするとですねまず遅くなるということですよねメッセージを言うのが多分同じこと考えてたと思うんですよもっと早く言えばよかったのにって話です一つ目がそれでもう一つはですねやっぱり使えるもので出さなきゃいけないからさーってなるとですね技術レベルがやっぱり下がっていくと妥協していくことになっちゃうのでそれってワオって感じにならないっていう問題があるんじゃないかと。 それはあの経営の意思決定の時にですねやっぱり AI の時代というのはとりあえずトライアルで出してみて学習をたくさんさせないとあのよくならないからベータ版でいいんだっていうふうに思えるかどうかと。 これあの日本の,あのプロダクトっていうのは非常に品質が高いということがあの強みなわけですけどまあ逆に言うと過剰品質問題というのがあったりするわけですがある程度のクオリティに達さないものは世に出さないっていうのが我々の今までのビジネスの考え方だと思うんですけどそれがもしかするとこの人工知能,工知能時代においては障壁になるんじゃないかなってことを感じてますすとということですえあとお見せしたいのは。 バックスターはこれ、あの本にあるんで見てくださいこれエヌビディアに行きたいなと思うんですけど、エヌビディアていう社名をご存知の方、手を挙げていただいていいですか、さすが教区いらっしゃる方ですね、50%ということですけど、エヌビディアていう会社の名前をトヨタと提携する前から知ってた方、手を挙げていただけますかお、すごいですね、それでも多い,いと。 で僕 NBDI って会社はこんな偉そうに言ってますけどまず僕、これ偉そうに言ってるけど知ってる、うん、分かりきったことで喋ってるわけじゃなくて何言ってるかというと基本的にはテクノロジーの素人がここまで結構勉強したら喋れるんだよ言いたくてそうすると別に皆さんもそんな知ってるから僕と同じようにもう喋っちゃえばいいというか社内で,でそういう風になってほしいなと思ってあえてそういう言い方をしていますのであの上から目線じゃないということを、まあ、なんか急に今気になっちゃったそうじゃないよっいうことですけど。<laughs> NVIDIA なんですけど、えっとまあ、結構ねトヨタの人もトヨタとあの業務提携したっていうのがこの前の,の NVIDIA のフォーラムで発表されたんですけどそれまで NVIDIA 知らなかったみたいなことって結構あったみたいで、まあ、あの知らなくて全然大丈夫ですよでも一挙は知りましょうねって話なんですが彼らは、まあ、GPU っていうものを作ってるメーカーで、えー、知ってるよって人はいいんですけど。 GPU って何かっていうともともとグラフィックなんだっけプロセッシングユニットでしたっけあのゲームとか高速に画像を処理するところのボードに入ってたものであの すごい大容量の計算を同時に並行してできるっていうのが GPU の強みだったんですけどそれがまさに並列計算をするっていうのがディープラーニングがまさに同じことをやるのでディープラーニングに使えるってことを偶然発見したっていうのが面白い話い話ですよね偶然それが2013年から1 4年に発見されてこれからディープラーニングを実装するときに NBA の GPU がなければできないっていう世界ができちゃったんですこの4年間で,で。彼らは今 まあ日本も含めていろんな会社のディープラーニングを実装するときに彼らがぐっと入っているので多分、NVIDIA が今あの世界のディープラーニング実例を一番持っているんじゃないかとでこの前、NVIDIA の日本代表の人の話聞いたんですけどやっぱり結構面白い話がたくさんあってじゃあ、NVIDIA は何ができるかというと自動運転の世界でテスラが、まあ、今、テスラも今変わってきてますけどもともと僕たちが自動運転というもので思っていた世界。 と NVIDIA が作ろうとしている自動運転の技術のアプローチが違うっていうことを今からちょっと映像で見ていただきたいと思います。いいですか？テスラ皆さんもともと自動運転でどういう風にしようと思ってますか？とで NVIDIA は何ができていますか？ということです。Oh, <yeah. S 1> これは去年のセス s、ES、であの出た家電見本市で流れた映像ですけれども、まあ、ディープラーニングじゃなくてあの GPU があってリアルタイムでディープラーニングするという車で。 ふらふらしてるのはこれまだ学習している最中だからですこれぶつかりますぶつかってこれはぶつかるのねを今学習してますとで今こうぶつかりながら少しずつ覚えていくんですけどまだこう危ういですねでそれがまあ,ある程度出たらなんかこれ行動出てるのはちょっとまあいろいろあると思うんですけど、ね、対向車線があってでこの辺から面白いんですけど もうそろそろですね、結構ふらつかずに走ってる状態が出てきますで。あれは障害物だというふうに認識をして入っています。ここの地図データは入っていませんということがポイントです。ということですね。はい。 さあ、何がすごいでしょうかということですけど、えーっとまあブ、ディープランニングの自動運転デモ動画ということで、NVIDIA のホームページ見ていただければ普通に見れるので、YouTube 探さなくても NVIDIA のホームページにダイレクトアクセスしていただければだいぶ見れます。物体検出やマッピング、ルートプランニングというプログラムを行わずに、単に人間の運転を覚え込ませるという手法を用いているということですが、 リアルタイムで画像を認識してそれが何であるかってことをそのまま学習させて覚え込むっていう僕はこれをスパルタ学習って呼んでるんですけど「ぶつかれ」みたいな「ぶつかって覚えろ」みたいなスパルタっぽいっていうふうに思うんです今までの漢字っていうのは全部こう教えてこんでからここはこうだよってですで。るし あ,のね、あんなコーンとかって出てくることってしょっちゅうあるわけですよねだからどれだけ事前に準備したとしてもその場で何が起こるかの判断ができれば使えないっていうのがやっぱ自動運転の一つの大きな壁だったんですが NVIDIA がやろうとしてるのはそれを高速計算することができたらできるよっていうことを作ってると今彼らが最新出してるものは今のは外に対するセンサーでしたが今度は車内に対してのセンサーというかあの 学習をさせてていてそれは人間の目がどういうようなハンドルの使い方をしてるかブレーキの踏み方はどうなのかというのを全部リアルタイムで学習することによって中と内から自動運転を再現しようとしてるとそうするとこれ何ができるかというとですね 気持ちいいいい運転っていうのが再現でできるかもしれないってことです今まで自動運転っていうのはその加速の感じのアナログな感じっていうのがですねどういう感じでやってるのかとブレーキキューってやる下手な運転になっちゃいがちだったもしくはすげえ乗ろうとしてて、ね、んか気持ち悪いよ逆にみたいなであの気持ちいいっていう感覚は人間のことを学習していくしかないということでそれをやろうとしてるっていうへえすげえなーと NVIDIA はまあこの前の,あのシリコンバレーであのやってた 発表はやっぱ相当すごかったみたいで僕は行けなかったんですけどテクノロジーの,あの仲間が行ってですねこの前発表会してくれたんですけどあのこれから9月に向けてどんどん,どんどん新しいことが出てくるそうですさて今みたいなことをオーガン人工知能の最前線ということでお伝えしましたがしかしこれもまた2016年とかにもしかし最近出したものの一部ですから、まあ、日清月歩であるんですよということで。 えー、僕もどん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 学習し続けなきゃいけないと思うんですけどそんな AI が進化していくながら人間がじゃあどんなことをしていかなきゃいけないかということを僕はまあ考えていますということです。でそれはですねあの AI が苦手なこともあるじゃんというふうに思ったんです。これはあ,のある日ですねあの公演の10分前ぐらいにですねこれまた直感なんですけどたまに降りてくるんですけどねあのふと思いついて「うわーこれだー」っつって。あの パワーポイントにもっと汚い図で作ってたんですけど作ったものです、えー、マトリックスなんですけど左側に論理的分析的統計的っていう軸を置きましたこれは一言で言うとエクセルっぽいって感じですエクセルっぽい右側にあるのが感性的身体的直感的というものですがこれはなんか人間っぽいヒューマンタッチみたいな感じですこれをまあ軸に置きましたと今度は縦軸なんですけど非構造的構造的とありますが、まあ、構造的っていうのはあの あのエンジニアの方はおかりのようにアルゴリズム化されてるということですねもしくは分かりやすい言い方をするとマニュアル化されてるとか標準化されてるとかっていう言い方ですとで逆にあるものは標準化されてない仕組み化されてないっていうでこの4つの証言にしたときに AI が得意な領域はどこかとしてみるともうここにいらっしゃる方はお分かりのようにひだ左下ですね でこの左下の部分を僕はオペレーターというふうに呼んでいて私たちの仕事がそのまんまポコーンとなくなるわけじゃなくて自分の仕事の部分のオペレーター的な領域が AI やロボットに代替されるということを考えましょうということをこ,うこのことを言った時に思ったんです今まではクリエイティブな仕事が残るとか単調な仕事がなくなるみたいなことを言ってたんですけどそれどういうことかっていうのはもう一つ少しちょっと軸にしてみたってこれもまだ完璧ではないと思うんですが一旦こんな感じで今考えてますということですでですね なぜそのオペレーター的な仕事が AI に代替されるかというとこれは逆に人間が考えてみたらいいんですがこの仕事っていうのは大量のことを高速単調なことを高速で大量に繰り返しやるっていうことです何度も何度も同じことをやるってことですでそういう仕事をやったら皆さん人間だったらどうですかと毎日毎日同じことの繰り返しで単調拘束大量 どうなりますかっていうふうに自分に感じていただくと多分飽きるとかあと疲れるっていうのが出るのがポイントですね疲れるんですよで逆に AI やロボットはどうかっていうと人間と違って感情がないので飽きないもうこの仕事ブラックだとか言わないわけですよ、まあ、いつか言うかもしれないですけど逆にまあ身体がないので疲れない、まあ、電源が減るっていう問題はありますがなので 飽きない、疲れないという AI ロボットの強みが生かされるのがこの領域で逆に言うとそれは人間の弱みだと僕は思うんですしかしそれは弱みなのかというとそれを反対側に捉えると我々は飽きるという感情があるから工夫しようとか新しいことをやろうっていうふうに思うわけだしそういう工夫それがあの縦軸ですね非構造的もうここのことはいいから違うことをやろうっていうふうに縦軸に進んでいくということです で疲れるからあのなんか工夫しようっていうのは身体と感情を持ってるっていうのが人間の強みになるはずだと思って身体的なところとか感情ということをもっと使っていこうというのが右側の領域だとでコミュニケーター、モデレーター、イノベーターというふうにまあ言ってみたんですがなので我々はまあやがてイノベーターを目指していくっていうことをしたいわけなんですけど一足飛びになかなかそれなれなくて自分にとって得意な領域今できる領域そして苦手な領域は何かってことを考えていくことが必要だと。 ですから論理的な問いとか、えー、考えるってことは自分が得意だと思ってる人はそれこそ感情ですね感情とか身体的な感覚とかっていうことがないと頭がいいだけだとちょっとやばいみたいな方があるわけですよね逆に感情は私全然大丈夫もう感情任せてって感じでも そもそも何のためにっていう問いが立たなければそれもまた片手落ちになるっていうことになるということでまあなんかグロービスがねあのクリティカルシンキングっていうのとリーダーシップみたいなことをやってるのが多分なんか近いなっていうふうに思ってこんな図を書いてみたんです。でまあ各職種でどういう変化が必要になるかっていうことをこの本の第2章では詳しくそれぞれ書いていましてえっとまあ営業でいうとデータと仲良しになるとかヒューマンタッチとかっていうのをちょっと動画の事例をもとに やってますでそこに動画があるって書いてあったらその動画を見て、えー、感じながら考えてほしいなというふうに守ってますでこれはあの、まあ、マインドフルネスが必要だみたいなこととかあのなんでシリコンバレーが一番初めにマインドフルネスみたいなことをやりだしたかみたいなことはあの、まあ、僕は今考えてやってるんですけどね。 で、えっとまあ、そ,のそれぞれの職種がどうあるべきかということはちょっと1回また考えていただいて、もしなんかあの営業販売だけでちょっと詳しくしゃべれみたいなことだったら読んでくださいということで今日はちょっと全体なので1回次のステップに入ります。で我々、どうあるべきかというとこれからその知る、使う、作るの階段を上っていきましょうとで、まあ、とはいえ AI は日進月歩で進化しているのでやっぱり使おうよということをしたいと。 漁業とかでも使われたりとかしてますよということです。で、えっと、ここでここまで話してくるとですね、まあ、この話してもそろそろ大丈夫かなと思うわけで、えー、これはあの松尾豊さんがあのこうよく見せてくれる図のあり方ですけど AI って言ってもですね広いんですよとマシンラーニング ML っていうものがあってその中にディープラーニングっていうのがあるんですっていう。 絵をこうよくく見せてくれるんですが皆さん AI= イコールディープラーニングだと思っていらっしゃるみたいですがそれはあの一つのもので別にディープラーニングしなくてもマシンラーニングの領域で十分あの AI として価値を発揮できるところがあるんですよみたいなことをこう松尾先生言いますねとでここでうんそうなんだってなっちゃうのかあそれはそうだよねってここの領域はこうでここの領域はこうだよねってなってるとかなりビジネスの中でデータの利活用ってのが進むんですがじゃとこれディスカッションしたいと思います。 画像自然言語統計解析っていうこの3つの領域が AI が活用できる場面だというふうに今言われているんですけれども画像自然言語統計解析の中で今一番ディープラーニングが進んでいるのはどの分野でしょうかと逆に一番進んでいないのはどの分野でしょうかということを話してみてくださいどうぞ。はい はい、ありがとうございますえー、っとまああえて聞きません別にそれはあのえっとまあ僕が聞いてる話ですけどそれは今画像がディープラーニングが一番進んでいるということで一番進んでないのは自然言語 NLP って言いますけどナチュラルランゲージプロセッシングが進んでないとで統計解析はのビジネスインテリジェンス BI っていうふうにいいますねということですなぜかというと、まあ、ディープラーニングってもう画像の解析からスタートしてるわけですからあのー、なので 製造業で使われやすいのはなぜかというと画像で物を見て判断するっていうことが一番仕事として多いということですで僕たちの仕事は画像のデータたくさんありますかっていうとほとんどが文字のデータなんですよねであの AI 活用したいんだっていうご相談が来るとですねたいうちの社内にあるこの文字データはどうにかできないかってなるんですけどこれが難しいということであのじゃあなぜですかというところが ここにあるものを見ていただいて考えてもらいたいんですが英語でアイハブはペンと私はペンを持っているというこのこういう話するとなんか横道にそれたくなりますがそれはやめますということですがこれは皆さん画像で見てみてください意味考えずに画像で見たときになぜ日本語が特徴量が分析するのが難しいかということが分かってくると思います意味関係ないです画像で機械の目で見てください 英語にはある特徴があるので、解釈してあ、今うなずいてる人は分かってきましたね、もう少し分かりますか、違いが、何か、はい、いいですか、スペースがあるということですね。だから文、単語と単語な間にスペースがあるっていうのが英語の書き方なので、そのスペースがあるということは、これは切れ目であるということをです、ね、機械は意味を分からなくても分かるから、そこでの解釈が進みやすいというところがありますとでも一方で日本語はこうなると。 私はペンを持っているというのは意味が分かってないと切れないっていうでもそれを今何とかしようとして、えー、僕はそのアルゴリズムが実際どうなってるか分かりませんがグーグルの去年出した自動翻訳はだいぶディープラーニング形式になってレベルが上がったとまだまだだとて人もいますけど全然アルゴリズムが変わってるっていうことだったりしますでデータ利活用をこれからしなきゃいけなくてあの皆さんの会社の中にあるデータをどう使うかっていうことがどうしたって肝になるんですけど データをクレンジングってきれいにするっていうことをしないとどうなっちゃうかっていうと雑なデータをそのまま入れていくとあまり賢くない使えない AI になっちゃうということですねだからきれいにしてから入れないといけなくてこのきれいにするっていうとこがすごい大変だということなんですけどこれどういうことですかっていうので、ね、この前あの偶然しゃべってみてなんかこういうの見つけたんですけどなんか引っ越しに例えると次のお家に引っ越す時に 梱包しないで引っ越し屋さん呼ぶとですねちょっと梱包したから呼んでください、まだ別料金かかりますみたいなことを言うわけですよね。だから梱包するのは自分でやらなきゃいけないっていことなんです、1つは。なので、今皆さん AI ベンチャーを呼ぶときにデータが全くきれい汚い状態で呼ぶとですねもうそこが大変だからすいません、お断りしますと言われます。そこが一番大変で金がかかるのにそれにあんまり価値感じてもらえないから,から梱包はしましょうということでどう梱包したらいいかを考えなきゃいけないんですけど。 梱包するだけじゃなくて、そもそも断捨離せよというのは何かというと、まあ、あの引っ越しするときにです、ね、あの不要なものが減らなくて、次の家もぐちゃぐちゃになっちゃうのが捨てないからで、これもやっぱ捨てないといけなくて、データの中で何がいらないかってことを切っていって、次に行くっていう風にすることによって、学習が進んでいくっていう、あんまり例えとし良くなかったですね。<laughs> この前、話したときかったんだけどな、パーポンにするとイマイチなんですよね。はい でも、ね、あのこれはあの皆さんの会社の中で何言いたいかというと AI 使おうぜみたいな話になったらいやそれマシンラーニングの領域なのディープラーニングの領域なのとかって言い出したらですねこの人結構ちょっと分かってますねって話になってきてでデータクレンジングでいうと今のデータがどうなってますかって大体言われるんですけど今のデータこういうふうになっていてここの部分でバグデータとかあのゴミデータがありますってことがもし答えられたらあだったらこういうふうに分かっている人がいるんだったらやろうかなって。 AI ベンチャーが思ってくれます。今、AI ベンチャー、低手またで仕事を選んでますから、なんか社内の中でそれが分かってる人がいないとです、ね、付き合わないっていう現状がまあ起きてるということです。えーまあ、知る、使う、作るを上がっていきましょうということですと。であの、まあ、テクノロジーによる情報格差という話がまあ,あって、この新産業構造ビジョン、去年の資料ですから、最近また新しくなりましたので、あたかかずどさんが、あのまあ、あ コンサルタントとして入って活躍してやられていて、安中さんもこの前講演でお話、まあ、グロビスでも、ね、よく話されているので聞いたことあるかもしれませんが、本当にデータサイエンティストを今育てないとやばいってことを、まあ、言ってますということです。であの、さっきのデータサイエンティストのデータクレンジングして何を入れたらどうなるかってことがちゃんと分かる人ってことなんですけど、大学の中にデータサイエンティストっていう、その 専攻がないいっててうことを問題意識に感じて、まあ、ある大学でそれが今年から始まるっていうことですとでこれはちょっと話をですね、えー、と社会のことに持っていきたいんですけど、まあ、我々今ビジネスパーソンとして働いてる人たちもあのテクノロジーティラシーを高めなきゃいけないんですが大学生高校生その下ってこともテクノロジーティラシーを高めなきゃいけないと言われてるとでいやデータサイエンティストをただ育てればいいのかっていうとこれいろいろ考えがあって今はそうだっていうふうにまあ 言ってますととじゃあその先何なんでしょうねと今、日本であのプログラミング教育が必修化されるみたいな風になってるじゃないですかであのよくあの子育て中のお母さんからでもプログラミングとか自動説されたりしたらどうなんですかねみたいないい質問があっててそうですよねとで僕はそれ悩んでたんですけどどうかなと思ったらこの前、ある国の話を聞いてなるほど、やっぱり先だなと思った話がありました。それはエストニアって国の話ですと でエストニアではまあその IT 先進国なわけですけど、まあ、非常にバルト三国の小さな小国なんですが国を挙げて若い行政、えー、政府のリーダーたちがあの AI 利活用を進めてるんですけどこの前孫泰蔵さんがそのエストニアで講演された話をちょっとこれ映像で見れますからご覧になったらいいかなと思うんですが彼が言ってくれたのがですねすごいなと今エストニアは小学生にブロックチェーンを教えてんだよと。 ブロックチェーンって今言われてえ何それって感じの人が結構まだ多いと思うんです僕もまだよく分かってない自分でちゃんと説明できるかって言ったら分からないブロックチェーンを教えてるんだとなんでかっていうと全部の情報がバーンと C2C でつながるっていう世界を今まさに作っててでそれに対してのリテラシーだからっていうことなんです なるほどとなので我々は今この国にいてこの国の今の目の前の仕事をやっていて目の前の生活をやってるんですけど世の中の徴用自体はすごい変化をしてるっていうことにやはり子育てとか教育っていう視点でもあのちょっとアンテナ立ってなきゃいけないなっていうことを自分ごととして思いました。 じゃあそんな中でリーダーどうあるかということをちょっとやっていきたいなと思うんですけれども1つその言いたいなと思うのはこの3つなんですがテクノロジー最前線をまあ今みたいに常に学び続けましょうとリテラシーを高め続けるということは必要だとそして自らが率先して AI を活用するプロジェクトをやってみませんかとリーダーは初めから出なくてもそういうプロジェクトがあったらやりますってこう手を挙げませんかということですそれで社内のメンバーを巻き込むということが必要になるでしょうというふうにま思います。 で私は今あの組織コンサルタントとしてどういうことをやっているかというと、まあ、こういう勉強を行う場を持つとですねじゃあ社内でどんなふうな AI 活用しようかって話になるんですよじゃあそしたら AI を活用したテクノロジーアイデアソンみたいなことをやりましょうって話になってせっかくアイデア出したんだったらそれちゃんと作ろうよってところですねアイデア出して終わりっていう研修が多いのでちゃんと作ると「think to make」って呼んでるんですけど作るところまでやろうぜってことをやってますと。であの この辺はちょっと本に書いてあるんであのどういうふうなことを任せなきゃいけないかということはまた読んでいただければと思うんですがライブじゃなきゃ話せない伝わらないことを話すとエンジニアが入るんですよこういうプログラムやるんですけどそれなんでいいかっていうとですねエンジニアが入るとアイディアがそれできんの今どれぐらい難しいのいくらかかるのってことがその場で大体分かるんですよなのでアイディアソンが身にあるものになるということであのこれは20人ぐらいのプログラム 20人ぐらいのこうアイデア層に3人の AI エンジニアを貼り付けてやったんですけど非常に面白い現実的でかつワクワクするアイデアが出たという事例でしたまあヘルプデスクとかそういう話が出てくるんですでこの話がですねちょっとリーダー論として僕が最近気づいたことなんですけれどもテクノロジーリテラシーが高い低いという状態とテクノロジーを好きか嫌いかまあ好きか好きじゃないかというところでまあ大体こう二軸に分けるのが好きなのでこういうのばっかなんですけど。 まあ高くってリテラシー高くて好きっていう人は AI 推進派ということでえやろうよこれ AI 化しようよとかって言うんですよねでそういう人たちいいんですよもうどん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 引っ張っていってくれとと AI 興味派っていうのは知らないけど結構そういう話好きってい人いるのでその人たちにはリテラシー高めてもらえばいいのでこういう勉強家の場をたくさん作ればいいと思うんです。 不安派っていうのは,です、ね、これはあの研修とか話してたらよくいらっしゃるんですけど、うん、そうなんだでも私あんまり好きじゃないから多分これからも勉強しないですっていう人いていいんです全然いていいんです全ての人がそうならなきゃいけないっていうふうにやっぱり言えないし思わないでその人たちがじゃあ不安な状況であるっていうことが問題でこの人たちの仕事も変わっていくのでリーダーは何をしなきゃいけないかというとこの人たちの不安を解消しあるべき方向に持っていく対話をするってことが必要になるでしょうと人を巻き込むということです 一番厄介なのはってあえて言っちゃいますけどこの AI 否定派という人たちでこれは何かって知ってるんですね詳しいんですよ、まあ、ディープラーニングって言うとこれこれこうですよねっていうふうに僕が話す3倍ぐらい話してくるみたいなすごいですね知ってるんですねもうそれどんどん推進してくださいよって言うとですねいやーうちの会社でやってもねそもそもディープラーニングでまだできないことこれだけあるじゃないとあとねうちの社内文化あと仕事の進め方無理,無理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 みたいなこと言って、まあ、こういう人結構いらっしゃるんですね ななんとなく想像つくかもしれませんけど僕はファシリテーターとしてそういう方との対話は割と得意ですとそうですよねっていうふうに共感しながらでもねこういう考え方もありえますよねなんて言ってでもいざですね AI 推進班に皆さんがなったとしてリーダーで社内で進めていく時にここで対立構造が起きちゃうんだと思うんですよね苦しいとでこれでですねどっちが正しいかって議論をするとですね今の世界情勢みたいになるわけです で対立からは何も生まないんだっていうところにやっぱりスタートしなきゃいけなくてどっちの知識が正しいかどっちが言ってることが正しいかみたいなことをやってる論理の対決だとですねどん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 パンチが出てきますということで私たちはそこで人間としての在り方っていうのが必要になってくるっていうここでようやく僕のテーマの「自然体のリーダーがなぜ必要か」っていうところに戻ってくるんですが。 まあ何のために AI を活用するのかのビジョンを語るこれは知らなきゃできないのでビジョンを語らなきゃいけないと同時に社内の関係性の価値っていうのを上げるってことが必要で私たちはモデレーターとしての能力とコミュニケーターとしての能力の両方を高めていくことがリーダーとして必要であろうと。 であの関係性と結果のグッドサイクルっていうこの MID のダニエル・キム博士が言ってることで僕の,あのビジネスパートナーがこれを教えてくれてですねなるほどこれは面白いというふうに思ったんですがあの結果を僕たちは上げたいとしかし結果を上げるには行動を上げなきゃいけないここまではよく言うんですよでも行動の中には目に見えないものとして思考があるとでも思考のパフォーマンスはそもそも関係性から成り立ってるとつまりこいつ嫌なやっちゃなと思ってる人と一緒に話してていいアイデア出ないということです ですから関係性の質というのは目に見えにくいしそれを上げることに本当にいいの遠回りなんじゃないのって思うことなんですけど遠回りなんだけどここから始めなきゃいけないということを彼は言っていてですから僕たちは結果を上げるんだけども目に見えやすい世界だけでもし話をしてるんだとしたら多分いつまでたっても対立の世界から逃れられないと思うんですで関係性の質を上げるっていうことでもう少しリーダーシップの理論でいうと PM 理論っていうのが結構分かりやすいものとしてありますがあのまあ 課題達成能力というものと集団維持機能とこう仕事をガリガリ進めていくというのともうみんなで仲良くやろうぜって感じに分かれるということですけどえまあ P が高すぎると仕事はできるけど人望がないというふうになっていくとこれ実はかつての藤野君がこれだったんですね。仕事はできるけどなんかあいつ応援したくないみたいなで右下はですね、人望はあるけど仕事は今一つみたいなこの人ついていくとなんかいい雰囲気なんだけど仕事が成果でゃなくて夜遅くなるみたいな。 まあいずれにしろ問題があって PM 両方とも必要だということですサッカーのチームに例えると本田がここで長谷部がこうみたいな長谷部は結構もう少しも PM ですけどねで本田がこうだっていうのは実は一人の人間が PM 両方とも持つっていうふうにしなくても長谷部がいるおかげで本田は PP であり得るだからチームとしての関係性もあるわけなので P と M っていうのはあの関係性の問題だというふうにでも一人のリーダーとしてやはり目指すべきところは両方ともできるってところになるべきだと でこの PM 理論を言ってますけどかつての僕はですねこんなような顔であのぬおーとか言ってこれは僕のかつての働き方を昔の仲間が描いてくれたイラストなんですけど怖いわみたいなさすがに椅子は倒れてなかったと思いますがで、あのー、僕はですねこんなに頑張ってるのに人から愛されないっていう成果を出しているのになんだか心が乾くってことをずっとやっ感じていたんです。ってーって成果出そうってってやってるんですけどなんか苦しいんですよ出てるんですけど。 でまあ、その中には自分を強がったりとか自分の弱さ苦手なところ自分の中にある深い闇とかをこう認められないでいた自分がいた気がしますとそれは、まあ、あの卒業してからいろんな経験を踏まえて私は今なんか自分にはいろいろあるって自分だなと、ね、あの完璧でありたい自分もいるけど超堕落な自分もいるとでその堕落な自分をこう見えないで言えればいるほどです、ね、こう浮かび上がってきてしまうという。 陽明学ですね。はい、なので。 陰と陽というものなんですけどこの陰と陽のバランスが整っているというのがなんとなく自然体のリーダーシップなんじゃないかなってまあ思ってるんです、まあ、こんな話はですねまた機会があったらまたお話できていればと思うんですけど組織マネジメントの話に戻るとまあキレキレ問題解決効率追求の組織っていうのが今起きているわけですがこうなるとやはり疲弊するということで働き方改革の文脈で生産性を上げようぜだけを言ってるとですねもう苦しくなっていくんじゃないかってことがあって一方で関係構築ってこれゆるゆるって呼んでるんですけど でも切れ切れも揺れ揺れも両方必要で切れ入るっていう統合するっていうことがとても必要だということをまあ僕は思ってますでそして一部の切れ切れのところはですねなんかこうどん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 ,ほらなんかデータ統計分析がすげえ早いみたいなことは任せられそうな感じがしてきたと今すぐじゃないですよでも少しずつとなるとですねもしかすると社内の中で効率を上げろ効率を上げろ AI を活用して生産性を上げるのだっていうメッセージだけを出してるとついてこないんじゃないかな人かと思うんですよ だって生産性上げろっていうふうにトップから言われて嬉しいですか上げてんだけどみたいなもうなんか生まれるじゃないですかなんか心の中に何かが上げてるんだけどみたいなねだからうまくいかないと思っていて多分生産性を上げるのその先にある何か人がイエスって言われるビジョンを作っていくのがリーダーとして非常に大事だと思ってるんですね。 グーグルていうのが今、そこを挑戦しようとしているのかなと思うんですが去年、グーグルが発見した生産性が高いチームはどういうチームかっていうのが発見されてそれが関係性の価値が高かったってことだったんですが心理,的心理的安全性サイコロジカリーセーフティーのが高いチームが良かったどういうことですかっていうと僕の言葉に例えるとなんか変なアイディアとか言ったらバカにされるんじゃないかなって不安感がないっいうことですね。 なんでお前そんなこと言うんだよってこうやって言われたらですねああすみませんってこうシュって体も固くなってアイディアシュッと背ぼむとそういうところでアイディア出るだろうかっていうことですやっぱ関係性だと変なこと言ってもへえそうなんだそういう考えでも面白いなあって言うかもしれないしもう何でもいいよっていうふうになってる関係性のチームがやはりアイディアが一番多かったっていうことを彼らはデータ分析で発見したっていうのがいいじゃないですかなんとなく僕たち感覚的に思っていたけどおやっぱグーグルそういうとこ出してくれて嬉しいなって僕はこの話聞いて思いました マイクロソフトもあのこれ2016年ですね11月に出た日経情報ストラテジーのニュースの中でマイクロソフトって結構、成果主義が強い会社でアップアウトみたいな会社だったんですけどもう協力とかにあの人事評価の仕組みも舵を切っているということで、まあ、去年、おととしですかねあの h r ×テックっていうところのアメリカでの話し合い全部こういうテーマだったそうですね。そんな中で僕たちはまあこれから AI を活用してリーダーダ っってていいううのを育成すするっていうことが必要なわけですそういういうに思ってますとでそれはやがて働き方改革につながると思っていて今の働き方改革は休み方改革になっちゃってるなというふうに思うんですけど私たちは働くこと確かに生産性を上げなきゃいけないんですけど生産性を上げた結果ですね楽しい仕事をするっていうことなので幸せな働き方って僕は言ってるんですけど。 そういうことの世界がなったときに初めて働き方改革に道が進むんじゃないかと、そしてそれは誰が率いるかといったらテクノロジーテラシーが高い AI を推進していくあなたなんではないかというふうに思っているわけです。こんなことをまあ思いましたが、えー、そろそろ、まあ、あのディスカッションの時間も入ってくるので、ちょっと質問とかをここでいただきたいなと思っているので、少しディスカッション、にちょっとだけして質問ください。じゃ1分ぐらい、なんと,とか聞いてどう思いましたか、こんなこと聞いてみようかなというのを話してみてください。どうぞ まとめですちょうど今でもいい流れになったんで身体性の話でそこをしていこうと思うんですけどあのこの人工モデルケースの西野明宏さんとか丸幸宏さんとかなぜイノシシ漁師が出るというのか第4章を読んでいただくとこれ一番評判がいいので読んでほしいなと思います。こまとめながらこの人間の強みという話をしていきたいと思うんですけど。 まあこれからロボットにどんどんシフトしていくんですが人間の仕事はクリエイティビティっていうところまあですっていうのは何十く皆さん聞いてらっしゃると思いますが僕はあのテクノロジーと近づくということと同時に相矛盾するようですがテクノロジーと離れるということを意識しましょうっていうことをこの本を書いていてある日訪れたんですねあ,あそうだっつってまた軸がこうなるわけですが、ね、僕たちは AI 手術を使う作るをこうたどり 歩みながら一方でネットオフにするとか体を使うとか自然の中に身を置くってことの両方ができると人間はどっちが正しいじゃなくてどちらも大事って考える統合理解ができるんじゃないかというふうに思うんですこれを人の育て方で考えるとこうです今日の話を藤野の話を聞いてそうだ AI やってみようっていう素直さも大事ですけど本当か本当にそうかっていうクリティカルシンキングも大事なんだとどっちも大事なんだっていうふうに言いたくて。 子どもを教える時にもしくは部下を教える時に自分の思う通りに全部イエスイエスイエスって言ってくれたら楽ですけどそれはロボットを育ててるんだということですなぜなんでそれ学習しなきゃいけないのっていうふうに AI は言いませんデータを学習させるときにしかし人間はそこに意思というものを持っていてなんでそもそもそれやんなきゃいけないんですかってこと面倒くさいこと言ってきますしかしそれが人間の意思です ですからその意思というのがこの鵜呑みにせずに自分の頭で考えるということで我々が部下育成をする時とか子育てする時とかもしくは自分自身の学びの時にこの両方の視点が大事だというふうに思っていますそしてこれはあのロジックと同時にふと湧いた直感どっちが正しいのロジックなの直感なのいやこれどっちも大事ですというふうに僕は言い続けたいと思いますで心というものが価値なんですがえーっとですね 自然言語処理をするときに身体感覚が大事だって話で身体性がなぜ強みかっていうところをしたいんですけど、えー、去年の11月にシルコンバレーに行ったときにメールの内容を仕分けするっていう NLP のプログラムを作ってるベンチャーの人に「もう,もうメール返信とか勝手にやんってくれないですかね?」っつったら「それは無理」っつって「インパッシブなぜならそれは人間の顔業務だからって言われたんです。 おぼろげなながららにしかかわい意味の一つ一つはわからないんだよって言ってたんですねこれ何でかなっていうのを僕は自分の中で解釈したのはこういうことで言葉の意味を本当に理解するためには肉体が必要だと思うんですと「疲れた」っていう感覚「疲れた」っていう感覚は自分の身体感覚とつながってるし「頑張った」っていうのは「頑張った」っていう感じとつながってるし気持ちいいというのは人によって違いますと。 でその意味感覚は身体感覚がないとわからないというのがまあヘレン・ケラーという人の話の中でウォーターっていうことを分かって。 もらうたためにサリバン先生がしたのがなんか水をこう浴びせるっていうことだったんですけどなんか一つの評伝によるとサリバン先生なんかあのヘレン・キュラの顔を水の中にドーンって突っ込んだらしいんですよねで苦しいってなってウォー,ーウォーターってウォーターってだからヘレン・キュラの中でウォーターは苦しい意味になっちゃったかもしれないですけどそういうふうに実は人間というのは意味を捉えていくっていうことを体験の中でやってるっていうふうに 言われていていですから我々はその身体経験の中で意味というのを捉えていくというのが非常に大事なポイントなんじゃないかと思うんです。それを言うと例えばこの夕日を見た時にですね夕日を見てきれいだという感覚がまず感性としてありますとでその上できれいだなって何できれいなんだろうという問いが生まれてくると感性の次に問いが来てでその問いがあってもう夕日とか VR で作ろうかなみたいな感じのイノベーションが生まれるやもしれないと。 ですからなぜ夕日は綺麗なんだろうっていう問いの前に実は僕は感性があるんじゃないかってことに最近考えているんですでその感性というのはもしかすると VR で夕日見ても分かんないんじゃないかなって思ってます生の夕日見てなんかあったかいこの感じを浴びた時に感じるなんかの感覚気持ちいいねうん気持ちいいこれですと。 で僕の子供はですねあの実は小学校に入るまで文字も数字も教えないという主義の保育園であの桃の木保育園っていうんですけどそこで育ちましてですね小学校1年2年,1年になる息子があの初めてこう文字や数字を習った時に大丈夫かなと思ってたんですけどこうできたんですよこれなぜかというと人間は身体性とそこから生み出される感性があればそんな大脳新室は後からついてくるんだっていう風に保育者は体感的に 気づいてたとそこの保育者でそれが後から東大の脳科学の先生が来てそうですよってエビデンスがついたって話なんです我々身体感覚の中で持ってるふとこの方がいいんじゃないかなっていう思ってるものにです、ね、素直になるってことが僕は今ちょっとやってみてる一つの実験ですが身体感覚身体感覚何か、まあ、直感と感性その脳理,理と感性の両方のバランスが大事で それを持っていきましょうということですが最後に身体感覚身体性って言ってるけど藤野さん何から始めたらいいのという質問をよくもらうのでその問いに対して答えておくとそれは呼吸です呼吸と今僕はかなり速いスピードですごい脳を回転させてしゃべってるので呼吸がここまでしか届いてないんですもっと言うとここまで,ぐらいまでしか呼吸してないです呼吸が浅いということですで深い呼吸をちょっと今一瞬皆さん 僕とと同じよううに浅くなっててるのでししみましょうと鼻から吸ってみててみくださいいいいすすごい音出しで言っていいで,すで鼻からこれが身体感覚を感じるっていうことであのまあヨガとかマインドフルネスとかっていうのはなぜ今起きてるのかっていう流れで言うとこの人間の身体感覚を呼び覚まそうっていう一つのムーブメントだと思うんですね。で寝る前に例えばこの呼吸法っていうのがあってまあ呼吸法っていうのがあって。 あるんですよ鼻をこうつまんでやるやつがインドヨガ呼吸法で検索してくださいあると思いますで僕はそれをですね今人から習ってもともと瞑想してたんですけどなんかいまいちだなと思っていや呼吸なんだよ瞑想の前にって言われてふーんって初め思って本当かと思ったけどやってみたんですよそして3週間の中で本当だすぐ眠くなる眠れるって感じで睡眠の質が上がったんですつまり呼吸の質が高い状態と低い状でどっちが思考の質は高いだろうかということですよ そして呼吸の質が高い状態で低い状態でどっちが睡眠の質が高いでしょうかということです。睡眠の質が高い状態で低い状態でどっちがってなるわけで、そんな時に僕は身体性、人間はもともと動物であるってところに戻っていくっていうのがテクノロジーの最先端を突き詰めてるシリコンパイレーから出たというのが面白いと思うんですよ。つまり彼らは両方とも大事だっていうことを気づき始めていて、僕たちはマインドフルネスを海外からもう一回再輸入してるけど、 なんか本当かって思うところもあるかもしれませんが皆さんの中で身体感覚にちょっと素直になってみるということで今日はこれでまとめになりますが AI のことを知るっていうテクノロジーと近づくところとちょっとなんか身体感覚みたいなことを味わってみるの両方をやってみませんかということで、えー、2020年人工知能時代幸せな働き方の2時間名古屋のホームで頑張りましたというセッションが終わりますありがとうございました